あっちゃんです。今日6月の2日日曜日、あっちゃんちの晩ご飯の後のゆるーいゆるーいデザートタイム、濃厚チーズケーキ食べましょう。濃厚チーズケーキよいただきます。ドンキでね、これ80円で買ってきたんやったもん。お、買った買った、めっちゃ濃厚、こんなん。ああ濃厚、うん、おいしい。うん、重いなこれ。これこれ、うん、すごいこってりやな。おいしい、これいいな。これいいなと思ってリピしたときないねんな。さっきのこの子やったんじゃん。何が横組んでのタコ。何がん、そうな、違うで、ちゃうの、違うよ、うん、違う、分からんけど、何やったっけ、うん、違われる、ふわ帰ってきた、何しても何やったんじゃん、一瞬しか見なかったからね、うん、本書いた声だよ。なんか知らんねん。なんか、もう500個の知らんなわけだな。20代に押していったら56個っていう書いた大家の書いてみましょう。あ、そうなんや。ちょっと、いっぱい食べてみよう。めっちゃ濃厚、チビ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 食べるのね、幸せな。これぐらいね、ちょっとずつ、うん、これが2回目、うん、うまい、わさびめっちゃ美味しい、うん、人間にやってるってもよくないじゃん。娘のほうからか見たことあるのよ、ほんま、美味しいね。まだ半分も減ってんね、それぐらい濃厚やね。今回売れてるって言ってもさ、一部出した本も昔の本やから売れてんね、うん、売れてるって言ったら、美味しいね。重いね、やっぱり。うん、重い。最後の一口だし。こんな濃厚で重いもんやと思わへん。これは美味しいわ。やっと半分食べたよ。やっとって言い方おかしいけど、これぐらいの食べ方ちゃんとね、ガボっていったら濃厚すぎる。現場に馴染むことができた。
言葉でへんぐらい幸せなぐらい濃厚、一口食べた瞬間びっくりしたもん。これこれは美味しいよ。栄屋乳業です。愛知県岡崎市。結構栄屋乳業ドンキでよく売ってね、うん、うん、おいしい。こんな濃厚なねチーズケーキは、うん、なかなか ないね。カップでね、でも100円ぐらいで買えて、うん、また見つけたら買おう。150円ぐらい出しても全然いいか。200円でもいいと思うけど、ちょっと高いなカップスイーツ200円高いなと思うけど、食べたら200円でもなっとくかなみたいな、うん、おいしい。プリンとかってパクパクってほんまに 2,3 分で食べてしまうけど、こうもうゆっくりゆっくり食べてこう。口の中でねねっとりねっとりこう溶かしながら食べるのすごい幸せ。これは予想外、もう予想外にええ意味で裏切られた。いや満足。これはリピ確定やな。言っても売ってるかどうかわからないけどね。濃厚チーズケーキ、うん、名前に負けてない濃厚チーズケーキです、うん、最後の食事いきます。美味しかった、ごちそうさま。ということでね、今日は栄屋乳業の濃厚チーズケーキ食べました。多分これドンキで80円かそんなで買ってきたはずだけどね、めちゃくちゃ濃厚でね、ほんまにお腹にたまるっていうか、もうすっごいこう満足感が残るチーズケーキ、うん、これをこう三角に成形し直してね、置いたらほんまに200-300円、200-300円じゃない、300-400円でも全然いいぐらいの濃厚さ、めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさま、これは満足です、はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯などに出会ったのは、濃厚チーズケーキでした。ごちそうさま、美味しかったです。今日のあっちゃんちの晩ご飯などに出会ったのよかったよって思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ぜひぜひ、ね、濃厚チーズケーキ見つけたら食べてみてください。これは満足します、はい、ではまたね、バイバイ。